今回は一つ、できれば10月末、年末ぐらいには発売したいと思ってる、iPod、iPhone、こっちの方のラック兼ヘッドホンっていうのをちょっと考えてまして、でそれの、モックアップを、展示しようと思っております。でこちらは、今までのそのポータブルのアップとは違って、そのデジタルでのやり取りを含んだDA ですね、ラックを含んだ上でのそのアップっていうのをコンセプトにしておりまして、なるべくこの一体型でできればなとは思ってるんですけども、これのモックアップを、これ以外にもその他にもいくつか形をモックアップを出す予定なので、ちょっとヘッドホン祭りでご意見を伺いたいなと思っているところですね。iPod、ここからこの音を取り出すときに、今だとこのラインアウトから取り出して音を聞くっていうことが多いんですけども、さらに言うとここからデジタルで取り出して、さらに DA 変換を、この内部の DA 変換じゃないところで変換してっていう方がみんな音が良くて、そういうのはいわゆるこの iPod ドックみたいなものだといくつかあるんですけども、それをこう簡単に持ち運びできるっていうものはないので、なので普通に自宅で例えばこれに入れたとしてもご自宅で使ってもいいですし、デジタルアウトを出せて、かつラインアウトもあれば、他の4台今豊富にある機械に合わせて使うこともできますし、で、もちろんこれに含む DA コンバーターを使っていただいてももちろんいいですし、発売時期は今10月末とかを目指してはいますよね。今年のヘッドホン祭はこれまで出してるその A さんとか M とかもちろん展示はしますけど、 T7 とか T5 って言われるヘッドホンがあるんですけども、でそれをちょっとこのイヤーパッドの部分とかをもうちょっといい素材に変えたりですとか、ここの上の部分の側圧なんかをもうちょっと考え直して、あと色とかも変えたものとかをちょっと展示しようと思ってます。ウェブで販売してるコトリっていうイヤホンがあるんですけど、これの色替えとかをちょっと楽しめるというように一つコンピューターを持っていくの でちょっとこういう色替えができますよっていうのと、あと実際のものってどういう色なんだろうって、ウェブだとどうしても本物と色がちょっとわからないっていうのもあるので、ちょっと色替えしたものをずらーっと展示しようかなとは